B リーグ1部、B1、新州ブレイブ・ウォリアーズ、中地区7位は4日、アウェーの青山学院記念館でサンロッカーズ・渋谷、同3位と対戦、レギュラーシーズン2試合を残して、B1 残留を争う茨城ロボッツと2ゲーム差と、1敗も許されない状況となっていた新州。第1戦は第1クォーター、9、西川海人が3ポイントシュートを4本決めるなど19、19の21で終える。 しかしその後は32得点を記録したジョシュ・ホーキンソンを中心に SR 渋谷がペースをつかみ、徐々に点差を離されていく、ホーキンソン、ベンドラメレオ、アンソニー・クレモンズに80得点を許した新州は79から95で敗れ、来シーズンの B2 降格が決定した新州はジャスティン・マッツが26得点10リバウンド、ウェイン・マーシャルが16得点8リバウンド5アシストを記録、試合後、 勝久マイケル HC と石川海人が記者の質問に答えた大事な負けられないゲームでみんないい準備をして気持ちも入っていたと思いますただ準備してきたことをうまく遂行できなかったことも多かったです 特にピックアンドロールディフェンスのところですが、主にジョシュ・ホーキンソン、2ですが、多くやられました、ポストの方でも最初はうまく遂行できず、やり続けて遂行してきたときには相手も我々やっていることに慣れてというのもあって、今日は95失点を許しました。 プロとして明日、第2戦、もう1試合あるので、今は広格とかいう話だったり、気持ちの整理だったり、自分含めて選手たちもみんなそうですけど、まずは明日プロとして今シーズンラストゲームをアジャストしないといけない部分もあるでしょうし、準備してきたことをもっと遂行しないといけない部分もたくさんあります。そして何よりも気持ちの面で明日戦う準備をしたいと思います。 B2 広角が信州の未来にどうつながるか答えが整理しなきゃいけないばかりになってしまうかもしれないですけど、これからいろいろゆっくり考えたいと思います。コーチとしては当然負けず嫌いな人として、常にトップのカテゴリーでやりたいですし、今シーズンはブースターの皆さんのおかげで、そしてフロントの頑張りのおかげで B プレミアに向けては、確実にいけるだろうということは一つクラブとしては達成できたかもしれないです。 ただ、コーチとしては選手に成長してほしいですし、ここに来たからその選手の人生だったり、バスケット IQ だったり、メンタリティだったり、すべてが来てよかったと選手たちのためにはなってほしいです。チームとしては大事に6年間作ってきた、チームでカルチャーを作るというのはバトルだと思っていて、スタンダードを上げていくために毎日がバトルであることもありますし、今シーズン悔しいことを考えたら、キリがないぐらいあります。 ウェインが戻ってきてからは当然良くなった部分が非常に多くて周りにも良い影響を与えて良くなった部分があるんですけど一番悔しいのはその大事に作ってきたものが今シーズンは我々が目指すメンタリティを持てなかったところだったりやりたいバスケットをできないことがとにかく多かったですどう未来につながるかというところではまず結果が出せなかった今シーズンの中でこのチームの未来をどういう風に思うかによって大きく変わると思います やはり信州にとって宝のような選手がたくさんいるのでそういう選手を中心にチームを作り上げることが可能な人材はいますゆっくり考えないといけないことがたくさんあるんですけどチームとしては我々の目指すバスケットができればそしてもう一度我々の目指すカルチャーを作り上げることができればと思います B1 に最初に上がった時ものすごい自信を持って上がってきましたその時は多少なりとも信州はトレンドセッターだった部分もあると思いますし我々のコンセプトやバスケットを他がやり始めることもたくさん見ましたいろいろあって今シーズンはなかなか思うようにいかなかったので我々の可能性を信じて自分たちがコントロールできるはずの部分でどういうチームをみんなで作れるのかという信じるところから改めて始めないといけないです これはこのチームにとってかなりのセットバックなので、そこから始めてもう一回やるべきことを一つ一つやっていかないといけないと思います。あとは B2 で優勝したときは昇格できませんでしたし、2年目はコロナで終わったシーズンを1位で終わって昇格ができました。これは今シーズン負けた理由とか、一切それにつなげて話しているつもりではないですが、いろんな面で基準を上げていくことというのは、 我々が6年前に B1 の準備ができていたかというと、そうではなかったかもしれない中で、それでも日本一を目指して B1 に上がっていって、ここから B プレミアを控える中でもう一度練習環境や移動手段だったり、すべての面で B1 のトップチームと並ぶような基準を上げるきっかけにチームにとってはなればいいなと思います。今まででアンンダードードのの中で過去2シーズンの勝率が 5割くらいで CS に行けたわけでもない中で、チームとしてのカルチャーや我々が目指すバスケットを、何をしたらもう一度こういう風に作れるのかということを学んでつなげるしかないですし、B プレミアを控えている中で、すべての面で日本一を目指せるチームになっていくというきっかけになってほしいというか、すべての面で危機感を持ってやっていきたいと思います。